LGP にはプレイステーションファミリーの最新のプラットフォームに恥じない現行 PSP の4倍の解像度を誇る5インチの OLED のディスプレイを採用し、フロントとリアの両面にタッチパッドを備えました。 CPU、GPU にはクラス最高のコアを小さなポータブル筐体に入れ込み、さらにこれまで私たちが蓄積しましたセンサーやジャイロ技術も惜しみなく投入しております。前面と背面にゲームプレイに最適なカメラをそれぞれ一つずつ搭載し、先進の画像や動画入力を実現します。またポータブル市場で初めて2つのアナログスティックが快適なゲームプレイや操作性をさらに高めます。そしてゲームメディアについてですが、NGP では新たに NGP 専用カードを採用することにしました。これはフラッシュメモリーベースの小型カードで、データの直接保存や将来の大容量化も対応可能になります。これらのポータブルシステムとして、さまざまな進化とともに究極のポータブルエンターテインメント体験を可能にするものとしまして、通信機能についても従来の Wi-Fi に加えて 3G ネットワークへのアクセスも機能として備えております。 NGP は年末を皮切りに順次発売する予定です。さて、それでは実際に NGP で動いているゲームを皆さんにお目にかけたいと思います。ソニーコンピューターエンターテインメントワールドワイドスタジオプレジデントである吉田修平を壇上に迎えたいと思います。はい、吉田さんお願いします。それでは NGP のゲームの可能性について少しお話ししたいと思います。先ほど平井からもご説明させていただきました通り、 NGP は究極のポータブルエンターテインメント体験の提供を目指します。この新端末の魅力は大きくて美しいスクリーン、 PS3 世代のグラフィックスフィーチャー、ポータブル機初のデュアルアナログスティックの採用に加え、全面タッチスクリーンによる直感的な操作性はもちろん、本体の裏側のバックタッチパッドという全く新しい要素によってゲームプレイ自体に立体的な感覚を取り込むことが可能になりました。まさしくゲームの世界を手の中に捉え、それに直接触れるイメージです。またユーザー同士のゲームを通じたコミュニケーションをシステムレベルでサポートし、ポータブルゲームにソーシャルネットワークの楽しさを加えます。さて、このような NGP の新しい可能性を使ってどんなゲームができるのか、現在ワールドワイドスタジオで開発中のタイトルラインナップの一部を映像でご覧ください。Thank you.
それでは、ビデオの最後にありましたアンチャーテッドを実際に実機を使ってプレイしてみましょう。このタイトルは NGP のためのアンチャーテッドシリーズのオリジナル最新作となります。シリーズクリエイターノーティードッグの監修のもと、ソニーのベンドスタジオが開発しています。 NGP を手にしてまず目に入ってくるのがこの大きくて美しいスクリーンです。この5インチのサイズっていうのはどんなものかと申しますと、現在世の中で流行っているスマートフォンで採用されているスクリーンは 3.5 インチのスクリーンのものが多いです。この 3.5 インチと比較しますと、5インチのスクリーンは面積にして約2倍の大きさになります。非常に迫力があります。さらに新規開発の有機 EL ディスプレイですから、コントラスト比が非常に高く、色も鮮やかで、何よりも視野角が大変に広いです。こうやって本体を傾けていきましても、どんな角度からでも全くこの美しさが変わらない、そういったのがご覧いただけると思います。私のようによく寝っ転がってゲームをするユーザーには最適のゲーム機なんじゃないかなと思います。次に目に入るのが2つのアナログスティックです。 PSP でユーザーの皆さんから最も多かった要望は右アナログをつけてくれというものでした。 PSP ではアナログナブという横にスライドするタイプのデバイスを使っているんですが、今回何年もかけて新規開発したマイクロアナログスティックを採用しました。この本体に入る小ささで、デュアルショックのアナログスティックのような本物の操作感が実現されます。このように左のスティックでキャラクターを動かし、右のスティックでカメラを操作する、アンチャーテッドのようなアクションアドベンチャーですとかファーストパーソンシューターをプレイするのに本格的な操作感で遊ぶことができます。それでは実際にゲームを進めてみましょう。基本的な操作はスティックとボタンを使います。ジャンプはバツボタン、ここもジャンプで通ることもできるんですが、キャラクターの背中をタッチパッドを使ってさっと触ってあげることで越えることもできます。で、先にツルが見えますが、ここはジャンプして、で、ここのところも勢いをつけるために本体のジャイロセンサーを使いまして、キャラクターの動きに合わせて前後に動かしてジャンプ、まるでキャラクターの気持ちにシンクロさせるような操作感となります。この崖にもまたツタがあります。で、ここで登っていくんですけれども、ここで本体の裏側のバックタッチパネルを使用します。裏側の私の指の動きも同時にご覧いただければと思います。右手の指と左手の指を本体の裏側で上から下に交互に下げるように、まるでロープを両手で掴んで自分を引き上げているような操作をするとキャラクターが登っていきます。で、逆に下から上になぞるようにしますと降りて、このようにキャラクターの気持ちに自分がシンクロするような、そういった操作感をバックタッチで実現しています。最後はまた背中をちょっと押してあげましょう。で、次のセクションに向かいます。で、この壁は、手で登っていくんですけれども、 PS3 のアンチャーテッドではアナログスティックを傾けて行きたい方向にジャンプするというちょっと難しい操作になっていました。 NGP ではこういったフロントタッチを使って簡単に登っていくことができます。それだけじゃないです。こういってキャラクターが進む方向を指でなぞって線を引いてあげるような形でなぞっていきますと
キャラクターがその方向に行きます。敵が来ました。さよなら。でここで登ってもう一人敵が前にいますが、幸いにして私のことに気づいていませんので、近づいてちょっとスナイパーライフルを開きつつ、ご機嫌よう。あ、崖の向こうにも敵がいますね。じゃあせっかく拾ったガンを使いまして、ここでジャイロセンサーを使って操縦を合わせて、はい、さようなら。ジャイロセンサーですから非常に細かい動きも可能になります。このように基本の操作は2本のアナログスティックとボタンで行いつつ、 NGP の新しい UI を使ってより直感的に、またより没入感のある、まさに家庭用のアンチャーテッドでも体験できない新しいアンチャーテッド体験となっていることが感じていただけたかと思います。これから世界のゲームクリエイターの皆さんによって NGP の豊富な機能を使ったどんなゲームが作られるのか、私もとても楽しみです。皆さん、NGP のゲームにぜひご期待ください。